スティーブン・公園の名刺インターネットドメイン名セックス .com はエスカーム LLC が所有するポータルサイトである。ドメイン名の所有権をめぐる有名な訴訟問題として注目されていた。最初にセックス .com を取得したのは1994年、現在のマッチ .com を設立した起業家ゲイリー・クレメンである。世界最大の出会い系。 サイトマッチ .com の設立者により、ネットワークソリューションズを通じて登録された。クレーメン氏は当初このドメインに何もサイトを作らずに寝かせていた。その間に、詐欺師スティーブン・ニエム公園が目をつけ、公園が電話、E メールや手紙を偽造して、ネットワークソリューションズに連絡し続けた結果、1995年に公園名義に変更された。このことで、 ネットワークソリューションズはクレーメン氏による民事訴訟を受けることになった。公園が sex.com ドメインで作ったサイトは1日2500万のアクセス数を誇り、1ヶ月あたり500万から5000万円ほどの広告収入を得ることになり、公園は1995年10月から2000年11月の間に sex.com の所有を通じて1億ドルの 利益を得たと見られているが、裁判所による査察を拒否し、所有するほとんどの会社が倒産しているとする虚偽の情報を提出、資産の大部分をアメリカ国外に違法に移すことに成功した。将来的に価値のあるドメイン名として着目した講演は偽装メールと偽装ファックスを駆使して sex.com の名義を書き換え、所有権を盗み取った。 それに気づきすぐに訴訟を起こすクレーメン氏だが、公演と全面的に衝突する形となり、1995年から2000年にまで及んだ裁判は、クレーメン氏の勝訴に終わる。5年間の裁判を経て、セックス o m の所有権は、クレーメン氏の手に戻ったが、2001年に、クレーメン氏に対する6,500万ドルの損害賠償を命じられ、 逮捕状が出ると、公園は、メキシコへ高飛びしたのである。クレーメン氏が5万ドルの賞金で、情報提供を呼びかけたにもかかわらず、公園は何年間も逃亡生活を続け、2005年10月に、ようやく、メキシコティフアナで、移民法違反の罪で逮捕され、アメリカに引き渡された。獄中で尋問を受けた公園は、逃亡中に起きた、脳卒中による、 記憶障害があると主張し、セックスドットコムで得たはずの巨額の資産の行方は明らかにされていない。クレーメン氏は、損害賠償額6,500万ドルを受け取ることは、できなかったが、公園から没収されたカリフォルニア州サンリエゴ郡に、ある豪邸を所有し、現在居住している。クレーメン氏が裁判にかけた費用は、約500万ドル、2003年に、 ネットワークソリューションズから受け取った和解金は1500万ドルという。その5年の間に公園がセックス c o m で運営していたポルノサイトは1億ドルもの利益を上げたとされている。やっとの思いでセックス c o m を取り戻したクレーメン氏は2006年に米国企業エスコムに1400万ドルで売却。エスコムは sex.com で 革新的なサービスを始めると発表し、クレーメン氏自身もその顧問の座についたと言われる。2010年、エスコムの破綻に伴い再び持ち主を失い、2010年7月には、ドメインパーキングサービスの主催するオークションに競売され、1300万ドルでドメイン取引が行われた。この価格は、世界最高価格とされ、ギネスブックへと掲載された。 現在のウェブサイトは、クローバーホールディングズ、リミテッドと名乗る会社が運営するピンタレスト風アダルトサイトとなっていたが、現在は、TikTok 風のアダルトサイトに変更されている。ありがとうございます。